お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、キョスケスケラを使ってね、いきたいなと思います。で、こちらのデッキなんですけど、海外でね、今、クララリーグ、僕たちが、アジアであったんですけど、ウエスト、ヨーロッパとかかな。なんか、海外で別のね、地域で、クララリーグが、今、ちょうど終わったところなんですけど、その海外で今ね、大流行していた、こちらね。しかも、このデッキを使った人が結構勝ってるっていうので、結構ね、海外で、大人気だね。こちらのキョスケスケラを、今回は使っていきたいなと思います。はい。というわけで、ですね。で、このデッキ、スケラを含めると、スペルが3つになるんですけど、タルババとか、雪玉とか、その2コストの、2コストのスペルがない感じにはなっちゃうんですけど、だから若干回しにくいかもしれないかもしれないけど、多分そんなことないですね。もう適当になんかいっぱい出しておけばなんとかなりそうです。はい、さすがに適当か。ここはそうですね、2コストのスペルがない分、こうやってトルネとかはね、防衛でしっかり使っていきます。今みたいな感じでね、ここは普通に後ろから合わせて、で、トルネード本当はゴーレキングキルできたらいいんですけど、今使っちゃったんでね、ここは、速攻ゴーレも溶かしたい所存でございますね。で、ワンチャンライトニング来るから、この間にね、そう、ダクプリをこ出してあげると、こんな感じで飛来進することができます。ダクプリの強みが、これしかないか、これですね。これのためにダクプリが入っているようなもんですね。で、ユニットが残って、これのカウンターにスケラ打って、終わりっていう風な感じになります。はい。でもこれで多分落ちますね。まず、キョスケが止まんないです。スケラを止めたくて、相手はババをそこに出してるんですけど、キョスケが入っちゃってます。キョスケを止めるために逆にババを前に出すと、多分ね、スケラが入ってて、オワコンっていう感じですね。はい。ちょっと雑かもしれない。雑ではないですけど、はい、もうこんな感じでね。圧倒的守ってカウンターですね。本当に自分から多分攻めちゃうと、自分からなんかダックプリスケラとか、時と場合にもよるかな。ほぼ全部受けからでいいと思いますね。ほぼ全部自分から受けから防衛からですね。防衛からするだけで多分ほとんど勝てちゃうと思いますね。ここは一回トルネで緊急度します。よいしょ。ライスイズのスローで、行くでしょこれ。危ないマジで。一応、ダックプリ出して、たまたまライトニング受けちゃったんですけど。はい。で、ここは、あれっすね。もう右側は相手絶対これ出さないと800以上削れないんで、左に僕が形を作って、相手が右攻めてくるのは、適当に守って、ですね、勝ちたいなと思います。これも攻めますね。ここ攻め、スケラで攻めて、ワンチャン、それはうまい。それはうまいですね。けど、これ逆に、このキョスケが生きてくれると鬼でかい。OK。でもこれで相手多分止まんないんじゃない？結構きついよね。で、自分もゴーレもちゃんと防衛しないとやばいんで、一応ほどほどに守ります。キョスケは展開しなくてもよかったかな。なるほど。これキング来たんで、キングをしっかり守りたいですね、これは。アイスイーズのスローあるとより守れるかな。ってことで、アイスイーズ側に引っ張ってあげて、OK。OK。いや、これは、1400なんで、守れますね。しかもこれ、このダクネも、たまたまキョスケちゃん残ってるし。これ、左側にそのまま攻めの形作って、あはー、一個ずれた。一個ずれたんですけど、これ、普通に勝ちじゃない？これ多分もう、あれですよ。タルバ欲しい！タルバ欲しいけど、これ、あれです。スケラデッキあるある、スケラを出さずに、ユニットで勝っちゃうっていうやつですね。ダクプリベビーメガゴが結構いい味出してます。これ多分入ってないかな。入ってないや。入ってないけど、多分気づいたら終わりそう。終わりそう。よいしょ、これも終わりましたね。意外とちょっと危なかったですね。危なかったですけど、スケラはついでみたいなのがありますね。普通に守って、ついでというか守ってカウンターするだけですね。なんで自分から攻めないことだけ要注意で、非常時、攻める場合は、どんな時あるだろうな。多分ほぼないと思っていいですね。後ろから
ユニット組んで、普通にキョスケ、ダックプリ、スケラーとか、キョスケ、メガゴスケラー、キョスケ、ダックプリとか、アイスイズからの、なんか受けて、カウンターでスケラー打つぐらいですかね。多分、はい。あと、攻めすぎなければ、スケラデッキは基本的に、なんだろう。スケラデッキってよく、しょっぱなスケラ打って、全然入らなくて、カウンター受けて、はい、落とされたみたいなことがよくあるんで、出だしに攻めすぎることさえしなければ、結構いい感じにいけると思いますんで、エレキ来るかな、こっちから。上にエレキかな。多分普通のテンプレロイですね。テンプレロイは、どうなんだろう。まあ、ライトニング打たれる瞬間とかで、飛来心、ダクピンの飛来心とかうまくできれば良さそうなんですけど、ロイジャイに対してシンプルに火力があるユニットがないんで、このデッキに。まあ、ミニペッカとか、ペッカとか、まあ、キョスケなんでね。そこが、まあ、このロイ、まあ、キョスケに対してね、ロイに対してですね。ロイが止まらないかなと思います、ね、まあ、でも、ここは、トルネ使わずに、ダメージ強ですね。ダメージ強して守って、スケル打つんですけど、相手が縦の戦士だった場合、オワコンです。ポイズン打てないんでね。ランバーだった場合は、ちょっと助かりますね。しかも今、タルババスコに咲いたら、エレキか。じゃん。エレキがない。あれ？エレキ回ってないか。これはちょっと美味しいですね。これは危ない。こうカウンターは、まあ、来ても、ベビープラスダックプリからのトルネができるんで、ここは、そうですね。一応ダメージを抑えるためにベビーで受けますね。あれ、あと2500は正直イモってもいいですね。スケラデッキ1個取っちゃうと、こっからダメージがなかなか入らないんで、イモろうかな。ヒギイモリでいきます。気持ち高め気をつけ。で、ここにアイスイーズ出したら、その瞬間ライトニング来るんで、そこにダークプリを挟んでいきたい。ここでアイスイズ出します。でライトニング100くるんで、これダークプリ挟むとキョスケアイスダークプリタワーですね。でアイスイズが残る形が作れますね。これ意図的にできますね、このライトニングの飛来信用なんで。これを誘うっていうのも結構大事になってきますね。なんか意外とダークプリライトニングに弱い感じの編成ではあるんで、でもそこをダークプリで飛来信できるだけで世界変わりますね。よいしょ。これ気持ち真ん中気をつけしていい感じにスケラが入ってますね。でしかもこの気をつけ巻いて抑えないといけないんで、いやいい気をつけが優秀すぎ。でここは正直攻めないと打たれるとどうにもできないんで、逆にこういう時は高めね、しっかり高めにニット出してあげて、これも相手ライト打ってないですね。はい、まあ、こんな感じでライトニング来るっていうのは結構やってて、まあ相手のデッキがなんかすごい不思議だとわかんないかもしれないんですけど、意外とそのテンプレとか、あ、このデッキライトニングあるなとか、さっきライトニング打たれたなとか思ったら、今みたいにね、キョスケ、アイスウィズ、まあ自分の立場で考えるとすごいわかりますね。なんかベビドラとキョスケだったら、ライトニング打たないかなってなるんですけど、アイスウィズとメガゴとタワーとかだったら、ライトニング打つやんってなるから、まあ、そしたら、そこに自分はね、キョスケでもいいですね。まあ、ダックプリでも。まあ、自分だと、キョスケ、アイスイーズか。まあ、アイスイーズ入れたらライト打ちますね、メガゴとか。その瞬間に、まあ、キョスケかダックプリ出してあげるだけで、もう、なんか、一気にそれだけで、あ、勝ったわ、みたいなことになりますね。それだけで。はい。で、ここは今、3コスに対して僕が3コス出して、なんか相手が勝手にファイアボール、打ってくれて後取れてるんで、キョスケしたんすけど、これね、これちょっと泣きたいですね。本当はスケラ打てるとこれで美味しかったんすけど、まあ何もできないんで、ポイズンだけ打ってインフレ壊しとこうと思ったら、キョスケの爆破で壊れましたね。はい。相手はボムタワー。じゃね、ボンバー。珍しいですね。ボンバー、あー、なるほどね。これはワンチャンライト来ますね。来るんで、ディンっていうね、ライトニング見てないけど、ライトニング予想する。あ、ファイボだ。はい。ファイボでした、この人。今ちょっと無駄なことしましたね。ちょっとカッコつけようとして失敗しましたね。こうスケラこういうの打ってもいいかもしれないんですけど、まあ今はまだ、まあ一回待ちましたね、そう。気持ちね。3が5とかでいい感じで今、防衛されてたら逆に後取られてたんで、はい。で、ここはインフルタワーで守られるんですけど、守られるんですけども、スケラー、まあ、スケラーはインフルエンターはあんま関係ないんで、スケル打っちゃいますね。よいしょ。スケラーだけ打って、で、ここのキョスケは、
ね、バイバイですね。ワンチャンポイズンフリーズとかでもいいかなっていうレベルですね。やば、ボンバ優秀カードファイボだったんで、あのユニットを固めすぎることさえしなければアイスイズは無限に来ちゃうんで、よいしょ。これ別に怖くないですね。さすがにファイブライトとかないと思うんですけど、さすがにないよ、さすがに。これベビーの範囲で OK。美味しい、美味しい。でこれもう気をつけ出して、これハードカウンターですね。まあ、こんな感じ、受けからの、カウンター押しとくだけで相手は苦しいですね。ここは逆に先打ちスケラしてワンチャン巨スケをタワーに届かせたいみたいな。いかないか。あー、タゲ取られた。あ、でもこれベビーにタワーのターゲット行ってスケルトンがあの無双状態入ってる。いえ、いやこのデッキいいっすね。普通に、なんだろう、受けてカウンターするだけみたいなのがあります、ね、よいしょ。で、ファイボーに対しては、まあ、アイスイズが強い。で、ライトニングに対しては、弱いように見えるんですけど、そこにね、キョスケとかダクプリを、もう、ねじ込むだけで、もう、相手は多分、いいライトニング決まるわーって感じで打ってくるんですけど、こっちからしたらね、美味しいって感じなんでね。はい。という感じで、あれっすね、ちょっと、あれだ。この報酬がちょっと、あるんで。これちょっと開けとこう。よいしょーんって感じで、ウォールブレイカー美味しいですね。ゴブリンケージもクイックも出た。やば、集まってないカード全部出ましたね。というわけで、メガライトニング宝箱はちょっと明日の動画で開けようと思うんでね。ぜひ。なんとなく明日開けようと思うんで、まあ、ぜひね、見たい方は明日、ぜひ見てください。というわけで、今日こちらキョスケスケラー使ったんですけど、よければね、皆さん使ってみてください。では、お疲れ様でした。